今日ですね、お手元にお届けさせていただいております。子どもさんたちには横断歩道を渡ろうねというコメントを載せていただいております。文房具セット、そして、大人の方には緩衝材がついております。夕暮れ時に皆様の体、命を守る反射材、このカバンを持って、交通事故防止努めていただきたいと思います。今日は皆さんご存知の通り、音楽隊の皆さん、それからカラーガードの皆さんも準備してくれています。そして今日、大阪水上警察署、そして港警察署のコラボで行いますこのオープニングコンサート、とても素敵なゲストを迎えております。大阪府警の大阪城、今日はね、とても桜が満開で綺麗でしたよ。ふうくん、けいちゃんの登場です。よろしくお願いします。皆さん大きな拍手でお迎えください。はい、かっこいいですね。ふうくんとかわいい女の子のけいちゃんの登場になります。この後、ふうくんけいちゃんは後ろに、展示しております白バイとパトカーですね、ご一緒に皆さんと記念撮影を撮らせていただきたいなと思っております。はい、じゃあスタンバイの方またよろしくお願いいたしますね。はい、ありがとうございます。ふうくんけいちゃん、ちょっと時間がね、あまりありません。30分ぐらいこちらの場に皆さんとご一緒に過ごしてまいりたいと思いますので、記念撮影したいなというお友達おられましたら、白バイもしくはね、パトカーの方にお並びいただきたいなと思います。白バイとパトカーの入り口はちょうど皆様の向かって後ろの方になります。警察官がね、立っておりますので、そちらの方からお並びいただいて、白バイそれからパトカーの記念撮影をしていただけたらなと思います。それから子どもさんたちですね、啓発品、この今日先ほどご説明させていただいた文房具セットは交通安全運動と書いております。今ね、警察官が高くね、手を挙げてくれました。あちらの方でお渡しできますので、どうぞ受け取りお願いいたします。今日は水上警察の方から生活安全、そして大阪港区の税務署の方もお見えになっておりますので、皆様どうぞいろいろなチラシをもらっていただいてお帰りいただきたいと思います。さて、それでは皆さんね、ここで一つクイズをさせていただきたいと思います。皆さんお手元にリーフレットをお持ちですか？このようなリーフレットをお持ちでしょうか？はい、これですね、今日は特別と言いますか、裏を見ていただきましたら図書カードプレゼントっていうのが載ってます。今よくですね、プレゼント応募しようという方、ネットでもしくはね、パソコンで QR コードを読み込んでとか、なかなかね、難しい、送り方になるんですが、これはなんと切り取り線の応募券をハサミでチョキチョキと切りまして、ペタッと貼っていただいて、クイズに応募していただくと図書カードが当たるという仕組みになっております。結構当たりますのでね、どうぞ皆さん、私今からこっそりと答えを申し上げますので、お手元ね、メモしていただくか、覚えていただくようになさっていただきたいと思います。まず1番目です、読み上げます。大阪府下の交通事故死者数のうち約4割は歩行者である。交通死亡事故で歩いている人が一番多い、皆さんどうでしょうか？どう思われますか？これはね、ちょうどリーフレットの中見てください。全国重点ポイントって書いてますよ。交通事故死者数の約4割が歩行者なんです。ってことは答えは丸ですよ。皆さん丸です。歩いている人がお亡くなりになるという事故がとても多いです。気をつけてくださいね。そして2つ目いきます。大阪府下の自転車乗車中の死者数の約6割が胸部を負傷している。大阪府下の中でお亡くなる方、自転車乗ってられる方、胸を打って
お亡くなりになる方が多いって書いてます。皆さんどう思われますか？バツ、お母様そう思われます？ありがとうございます。こっそりとね合図を送ってくれました。そうなんですよ、頭を打ってお亡くなりになる方が多いんです。なのでこの答えはバツです。いいですか？それで今日ね皆さんにお持ちしたのがこのヘルメットです。今ねお話をしたように自転車にバスクライド、okay? で亡くなられる方が多いんですよ。それは頭頭部を打ってお亡くなりになるので、それを防止しましょう、命を守りましょうということでこのヘルメットをかぶってほしいわけなんです。ヘルメットって皆さん重いイメージありますよね。二輪車乗る時のヘルメット重いですよね。これちょっとこんなことしてはダメなんですが見ててくださいね。軽いんです、こんなに軽いんです。そしてこれが命を守るんです。よくないですか？ヘルメットをかぶったからってそうそうヘアスタイルが乱れるわけでもなく、ソフトな感じでかぶっていただきますよ。肩への首への負担もとても軽減されてます。なのでこのヘルメットをかぶっていただきたいと思いますよって。この2番の答えは×です。それでは最後ですよ、皆さんいいですか？この最後です。大阪府下の交通事故死者数の半数以上は高齢者である。お亡くなりになっている方大阪府下では148人おられました。今大阪府下で令和6年になってからは25人の方がお亡くなりになっているんですね。高齢者が半数以上去年はおられたというのは丸でしょうか×でしょうか？皆さんどうですか？はい、この一番後ろにね書いてます、交通事故死者数の半数以上が高齢者であるって書いてますね。高齢者っていうのは統計上ね65歳以上の方を高齢者っていうふうに言うんですよ。この65歳以上の方が歩いている時に信号を守らなかったり、それから横断歩道ではないところを斜め横断されることで大事な命を失われてるんですね。なので夜間帯歩くときは今日お渡しするこの反射材付きのレイバックを持ってピカッと光って歩いている姿をドライバーにアピールしてください。いいですか？そして交通ルールをきっちりと守ってほしいと思います。皆さんよろしいでしょうかね、もらっていただいてますよね、反射材付きのバッグ、文房具セットね、数は本当に限りがありますので皆さんどうぞまだもらっていただきたいと思います。それから今お話をした図書カードプレゼント、かなり当たる確率は大きいのでどんどんご参加いただきたいなと思います。はい、それではねもうそろそろと皆さんお待ちなんですけれども、音楽で演奏が始まるのはちょうど3時20分からとなります。今日お集まりいただいている方、いろいろね交通ルールについていろいろ考えておられる方もおられると思いますが、何か質問とかありますか？ありませんか？よかったです。何を聞かれるかちょっと私もドキドキなのでね、それはなかったというのには越したことがございません。それからもう一つとても大事なことを皆さんお伝えするのを忘れてました。ちょっと後ろを見てください。大きな観覧車ありますね、大きな観覧車あります。あの観覧車乗られたことがある方います？ありがとうございます。あ、別にあちらの会社のものではないんですけれども、ありがとうございますと申し上げたのはなぜかというと、これから日暮れになります、夕暮れになってあの観覧車に文字が出るんです、ライトアップされるんですよ。春の全国交通安全運動ですよ、交通ルールを守ってくださいって、あの大きな観覧車にライトアップがされるんです。この音楽隊の皆さんの演奏が終わるのが4時前ですね、ちょうど17時ぐらい、まだ明るいかな。今日はでもちょっと曇り日なので
早めにねライトアップされるかもしれません。どうぞご覧いただいて、よければ観覧車に乗っていただいて、港区のそれから大阪万博の方もちょっと見ていただいたら嬉しいなと思います。今日このようにとてもねたくさんの人が来られている海遊館のこの場所をお借りすることができました。海遊館の皆様にも感謝申し上げます。どうもありがとうございます。実は2年前ねこちらの方でさせていただいた時にとても好評でしたので、ぜひまた港警察と水上のコラボでこのようなイベントをとさせていただく運びになりました。はい、準備がね整っていくようです。どうぞ皆さん音楽隊の演奏がもうそろそろ始まりますので、こちらの枠の中にお入りいただくことできますのでね、どうぞお入りになってください。一番前列の皆さんはグリーンのテープのところまでとさせていただきます。どうぞ皆さんよろしければお入りいただいて、間際でカラーガードの濃い踊りを見ていただきたいなと思います。また今日は演奏、皆さんのご存知の曲が次から次へと出てきます。もし皆さんが最後ですよっていう曲の後にもう一曲聴きたいなって思われたら、実はですよ、このアンコールは皆さんのノリ一つに委ねられています。皆さんの拍手が多ければ多いほどコンダクターの学長はよっしゃやったろかと思ってくれると思います。なので私もちぎれんばかりにも叩きますので、皆さんのご協力よろしくお願いしますね。今日ここまで本当に大阪の港のね橋まで音楽隊の皆さん、カラガーナの皆さん、お忙しい中来ていただきました。1曲でも2曲でも3曲でもずっと聴いていただきたいんですけども、最後の最後はアンコールで締めていただけたらなという期待を持ちまして、はい、整いましたかね、バトンを渡したいと思います。どうぞ皆さんこちらお入りいただきますよ。 Please come in. OK, please 入ってもらいますよ。どうぞ。はい、もうそろそろね演奏準備が整っております。ちょうど音楽隊の皆さんからのメッセージ届いてましたか？ホームページご覧になっていただいてますか？はい、15時見られました？ホームページ見られた方いますか？音楽隊の、あら、ありがとうございます。そうですね、はい、15時20分から演奏しますよというふうになっておりますのでね、あともう少しなんですけれどもトークでつなぎたいと思います。はい、今日からの交通安全運動のお話をずっとつらつらとしてきたんですけれども、皆さん交通安全運動っていうのは4月の6日からいつまであるかお分かりですか？10日間なんです。10日間なので15日まであります。そして秋の交通安全運動は9月の21日からスタートするんです。はい、で水上警察署と港警察署、なんで今回一緒にコラボでやってるの？仲がいいの？もちろん仲がいいんです。港区の中にある警察署なので仲がいいんですけども、この港区を守る2つの警察署ということでコラボでさせてもらってます。9月の21日も安全運動が始まるんですが、秋の全国交通安全運動も皆さん、これはスペシャルニュースです。この、借りれたらのお話ですね。まだ海遊館の皆さんにもね、お願いはしてないんですが、今日来られてる皆さんにこっそりと、秋の全国交通安全運動も、また海を見ながらやりたいなーってお話をしてます。たくさんの船があって、この港区ならではのこの場所で、皆さんにまたメッセージをたくさん提供できたらいいなって思ってますので、それはまたホームページをね、ご覧いただく
ヒントにしていただきたいと思います。警察官言ってたなということで、9月の21日からの安全運動の時もまた楽しみにしていただきたいと思います。それではまだちょっと早いんですよね。すいません、まだ早いんです。あともう少しねお話をしますね。本来はねいろんな方に来ていただいてたくさんのご挨拶をしてもらおうと思ったんですけれどもね、まあ挨拶は今回はないので、私の思いをたくさん皆さんにお伝えしようと思うんですけれども、安全運動のお話をしました。で、今日朝ニュースを見てました。そうするとですね、4月6日から10日間秋の全国交通安全運動が実施されます。ところが交通事故が多発していますってアナウンサーの方が言っておられました。やはりねこの港区はとてもアップダウンが少ないところでもあります。大阪府下を一つ例にとりましたら、これから二輪車の事故もとても増えます。二輪車乗られる方いますか？二輪車はとても便利ですよね。交通渋滞関係ないし、すり抜けできるしっていうふうに思われていたらダメですよ。二輪車の取り締まりとても厳しくなります。これからね気候が良くなるので二輪をご利用になられる方がどっと増えます。どっと増えるということは交通事故に遭われることも多いので、交通事故でお亡くなりになる二輪車利用の方も多い。すり抜け絶対ダメですよ。キープレフトで走っていただきたいと思います。もちろん車の方も巻き込みなどないように、死角などきっちりと自分の車の大きさをあらかじめ分かっていただいてハンドルを持っていただきたいと思います。交通事故は人事ではありません。起こってからしまったと思っても遅いです。いつも常々気に留めていただいてありがとうございます。交通事故に遭わないようにしていただきたいと思います。今見ました、優しい笑顔でしたね。助けていただいたので、そろそろ、はい、マイクのバトンを音楽隊の皆さんに渡したいと思います。ではよろしくお願いいたします。こんにちは、大阪府警察音楽隊です。私たち警察音楽隊は全員が交番やパトカーでの勤務など皆さんの身近なところで活動していた警察官の隊員で編成されています。警察音楽隊に在任している間は安全安心まちづくりを目指し、府民と警察を結ぶ音の架け橋として大阪府下各地において演奏を通じた警察広報活動メロディーパトロールを行っています。それではわずかな時間ではございますが、警察官らしい力強い演奏演技をどうぞお楽しみください。指揮は音楽隊学長中川誠です。1曲目はシンガーソングライターあいみょんの愛の花をお送りします。この曲は昨年の4月から放送されていた NHK 連続テレビ小説らんまんの主題歌として書き下ろされた曲です。この春開催された第96回選抜高等学校野球大会開会式の入場行進曲としても使用されました。大阪府警察音楽隊を含む近畿の警察音楽隊が選手を先導しながら行進をしました。今日は実際に開会式で演奏した行進曲をあの熱い甲子園の風を感じながらお楽しみください。それではお送りします。
愛の花です。しました。次はディズニー映画ズートピアの主題歌トライエブリシングをお送りします。新米警察官のウサギジュディとキツネの詐欺師ニックが活躍するこの映画は2016年に公開され大ヒットを記録しました。主題歌トライエブリシングは頑張る人への応援ソングとなっており、聴けば元気になれる明るい曲です。今日は女性警察官で結成するカラーガード隊フレッシュウィンズが演技しますので、ぜひご覧ください。
それではお送りします、トライエブリシングです。トライエブリシングをお送りしました。次はアニメ名探偵コナンのテーマ曲をお送りします。小学生探偵江戸川コナンがさまざまな事件を解決するこのアニメは長年放送されており、子どもから大人まで幅広い世代に人気です。映画もたくさん公開されていますので、ご覧になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。それではお送りします、名探偵コナンです。
名探偵コナンをお送りしました。次はイギリスのバンドヒップスターイメージが1964年にリリースしたメイクハーマインをお送りします。メイクハーマインとは彼女を僕のものにするという意味で、通りすがりの女の子に恋をした男性の気持ちを描いています。今日はブラスロックアレンジに乗せてフレッシュウィンズがフラッグビューグルという道具を使って演技しますので、どうぞご覧ください。それではお送りします。メイクハーマインです。
メイクハーマイをお送りしました。さて今日の演奏も次で最後となりました。最後は笠置静子の代表曲東京ブギウギをお送りします。去年の10月から放送されてきた NHK 連続テレビ小説ブギウギの主人公鈴子のモデルとなった彼女は戦後ブギの女王として多くのヒット曲をリリースしました。この曲は CM でもよく使われていますので耳にされたことのある方も多いのではないでしょうか。それではお送りします。東京ブギウギです。
YouTube や Instagram を利用して警察広報を発信しておりますので、興味のある方はぜひ一度ご覧ください。私たちはこれからも府民の皆さんが安心して暮らせる安全な街大阪を目指してメロディーパトロールを続けてまいります。本日はどうもありがとうございました。掲げられたこの意味を今一度きっちりと覚えてお帰りくださいね。この素晴らしい音楽と、それから皆さん自身の命を守るためには交通ルールをきっちりと守らないといけないということを今一度小さなお子さんにもお伝えいただきたいと思います。ここにお運びいただいて約1時間、本当にどうもありがとうございました。今日から10日
日間の交通安全運動習慣だけが大事なんじゃないんです。交通安全ルールは毎日毎日の積み重ねがあって、それで皆さんの命が守られているんです。大事な人の命が失われないように、ご自身の大事な命を守っていただきたいと思います。交通安全運動の初日、オープニングコンサート、このような素敵な場所で開催できまして、本当に海遊館の皆様ありがとうございました。そしてここにお集まりの皆様、どうもありがとうございました。これをもちまして